時間です。リポーターの菅姉妹バンビとビンバです。昨夜ビンギャー城からニーナ姫が何者かにさらわれました。犯人はこともあろうに偽物の竜族を王に売りつけようとした詐欺師の兄弟バリオとサントなの。この二人って馬兄弟なんですって。なんかすっごいイケメンそう。まんま馬じゃない。見るからに馬って感じ。私たちとは大違いよねバンビ。と言ってもニーナ姫の手がかりは今のところ全くなし。だいたい今頃城下でさらわれたお姫様がうろうろしてるわけないじゃん。ごめんなさい、ちょっとお尋ねしたいんですけど、この子のお友達でティーポっていう子を知りませんか？知らない。私たちナイスバーディーのキュートなセブンティーンだもん。そうよそうよ、子供のことは子供に聞くのが一番よ。さっき一通り聞いたんです。かくれんぼでみんな見つけられたら教えてやるって言われて。この広場にたむろするような悪ガキね。それで最近この近くで泥棒が入ってエクノックの方に逃げてったって。だからそっちに行こうと思うんだけど、どうでしょう？いいんじゃない、気をつけてね。はい、ありがとう、さよなら。ねりゅう、行くだけ行ってみよう。そうだね。素直で可愛い女の子だったわね。一緒にいた男の子はちょっとっていうかかなり無口だったけど。ちょっとバンビ、今の女の子ってニーナ姫じゃない？へえ、もうどこにもいないわ。ちょっと追っかけるのよバンビ。ウィンディアニュース始まって以来のスクープだわ。でもエクノックガイドってトーとジンベルに繋がってるでしょ。迷い込んだら大変よ。ゴーゴーよ、行くっきゃないのよ私たち。僕はね、ずっと長い間ダウナの鉱山のゴースト鉱の中で眠ってたんだ。あのまま眠っていればよかった。僕は自分を守るためにドラゴンの力を使って多くの人を傷つけ追われた。そんな僕の友達になってくれたのがレイとティーポだった。僕たち生きていくためとはいえ盗賊まがいのことをして捕まってバラバラになってしまった。バカだったんだ、やっていいことと悪いことの区別もつかなくて。レイとティーポは今頃。リュウ、いいのよ、辛いことは話さなくていいの。はあ、誰も使ってないからなんだか荒れてる。でもお腹が減っては仕方ないわね。リュウ、この辺りでお弁当にしましょうよ。待てニーナ、怪しい奴がいないか見てくるから。誰もいない。ニーナ、お前たちは。小僧、また会ったな。俺だよ、バリオだよ。サントじゃ。俺たちはお前に興味があるんじゃ。お前がただの小僧なのか、それともモノホンの竜族の力を持つものなのかってことにな。そんなことしてどうする気なんだ。おっと、ドラゴンの力を迂闊に使うとこの貴重な金づるのニーナ姫様が危ないぜ。お前らみたいな奴らに言われなくたって、僕は誰かを傷つけるために力を使ったりしない。どっちにしても面白いガキだぜ。さあ、おとなしく俺たちについてくんだな。このお姫様に怪我なんかさせたくないんならな。ニーナ。さあ、くんじ。ここは？とうとうジンメルよ。俺たちはここで開かれるトーナメントに参加して賞金を稼がなきゃいけないんだよ。ちょっくらここで待ってるんじ。だがいいか、くれぐれも逃げようなんて思うなよ。俺たちはしつこいんじゃ、どうせまた捕まえるんじゃ。余計な手間かけんなよ。また酔っ払ってんな、ファル。ああ、酒場で酔っ払って何が悪いんだよ。ああ、悪くないさ、もちろん。ところでな、ファル、ちょっと訳ありなんじゃ。このガキどもを見張っといてくれ。逃げないように見てればいいんだな。分かったよ。バリオとサントよ、長い顔がますます伸びてるぞ。今度はどんな悪巧みだ。これはこれは、ガーランドの旦那、
貴様もトーナメントに参加かい？まあせいぜい頑張るんだな。見たところその子供はこれはまあいい、俺の知ったことではない。どうしよう、ロープで縛られちゃった、うん、ナイフがあればロープを切ることだってできるのに。ミナ、後ろ向いて。ロープがほどけた。すごいわ、リュウ、これってドラゴンの力なの？歯でちぎったのさ、歯が丈夫なんだ、僕。私も歯ちゃんと磨いとこうと。さ、急いで逃げなくちゃ。でもニーナ、酔っ払いの見張りが戸口にいるよ。大丈夫、私に任せといて。ニーナ。おや、おちびちゃん、まさか逃げよってんじゃねえだろうな。もちろん逃げませんわ。嘘じゃないんだろうな。近頃のガキは信じられんからな。私の目を見てください、嘘を言ってるようには見えないでしょ。わかんねえ。まあ逃げなきゃいいや。え、ちょっとお出かけ。お出かけ、あ、だったらいいや。逃げるんじゃないぞ。今のうちよ。おい、そこの二人、逃げるのか。お願いします、見逃してください。俺には関わりのないことだ、好きにすればいい。ありがとう、おじさま。おじさまのか、まあいい、気をつけろよ。はーい、とうとうジンベリにやってきた、みんなのアイドルバンビとビンバよ。そこで酔っ払ってるおじさん、小さな女の子と男の子を見なかった？ああ、それならお出かけしたぞ。逃げるって言ってなかったからな。俺はちゃんと見張ってるぞ。はあ？何言ってんのかしら、ビンバわかんない。ねえ、それよりトーナメント見に行こう。ガーランドって選手が超かっこいい、バンビ格闘技マニアなの。ちょっと待ってよ、アトークまだなんだから。汗たらーり。ということで、来週はニーナ姫発見のリポートをお送りします。といいですね。しかし、まい、ビンバでした。